こんにちは、パーソナリティのたまこです。今日も海外で話題となっている日本に関する出来事をご紹介していきます。2010年代後半から日本で急速に流行り始めたシティポップ。このジャンルに明確な定義はないのですが、一般的には1970年代後期から1980年代に流行した洗練された雰囲気を感じさせる都会派ポップスとの解釈がされています。代表的なアーティストといえば、山下達郎、荒井由実、大貫妙子、大滝詠一、細野晴臣、門松俊樹などなど、定義が曖昧なだけに、ここで挙げた以上の多くのアーティストが存在しています。このシティポップが2020年代の今、なぜか海外で大人気となっていることをご存知でしょうか。最初はイギリスのネットメディアが竹内まりやのプラスティックラブを紹介したことをきっかけとして日本産80年代ポップスへの関心が高まっていったとされていますが、それ以前にも山下達郎の楽曲などはサンプリングのネタに使用されたりしていました。ただ広範囲での注目を集めるほどではありませんでした。しかし今、シティポップは世界中の音楽ファンから一つのジャンルとして認知され、大ブームとなっているのです。このように再評価されているシティポップの中でも、松原みきさんが1979年に発表したデビューシングル「真夜中のドア stay with me」は驚くことに YouTube で1500万回再生、Spotify ではここ1年で460万回も再生され、昨年12月にはグローバルバイラルチャートにおいて18日連続世界1位を記録。世界中の Apple Music J-POP ランキングでは12カ国で1位を獲得。合計で47カ国でトップ10入りするほどまでの事態となっています。単純にいい曲、好みの曲というだけではなく、この曲を聴いた外国人は特別な感覚を味わった方が多かったようで、数多くのコメントが寄せられていました。早速その一部をご紹介しましょう。もう再生ボタンを押すのにうんざりしてるんだ。お願いだからこの曲の24時間バージョンを作ってくれないか。日本の曲のメロディーは非常に質が高い。時代を超えて愛されているのも当然だろう。残りの人生で1曲しか聴くことが許されないとしたら、この曲を選ぶわ。2020年になって世界が彼女を再び見出し恋をした。そんなことが起こるなんて彼女は思ってもいなかっただろうね。この曲を聴いているとひどくノスタルジックな気分になるんだ。19歳のメキシコ系アメリカ人なんだけどね。日本語の曲だってのに英語のコメントしか見当たらないんだが。この曲を聴いていると無性に80年代のハイウェイをトヨタトレノで走りたくなる。Stay with me よりいい曲は何かって？ Stay with me の1時間バージョンだよ。Stay with me は発売当時オリコン最高位3位、売上枚数 10.4 万枚と新人としては大成功といえるデビュー作となっていますが、10万枚を超える売上が難しくなった今の時代と違い、当時の新人歌手は10万枚売れていれば上出来と言われるほどレコードがよく売れていた時代。また松原さんは2004年に子宮頸がんのため44歳という若さで亡くなっています。そのため若い人なら特にこの曲を知らない方が多いかもしれません。そんな今から40年以上も前にリリースされた曲がこれほどまで世界中で人気を博した裏には、世界的にシティポップが注目されていたこと以外にも、インドネシア人 YouTuber のレイニッチさんの存在が追い風になったと言われています。レイニッチさんは世界的アーティストの楽曲カバーが人気となり、オリジナルのアーティストからも大絶賛されるなど注目されていますが、昨年の10月に真夜中のドア Stay with me のカバーを世界配信したことで、この曲を世界的ヒットへと導いたのです。11月には Spotify のバイラルチャートで急上昇し始め、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデン、オーストラリア、インド、シンガポール、フィリピンなど各国で1位となりました。このシティポップの世界的人気については、アメリカ人 DJ が、若者は楽曲からノスタルジーや過去を感じにくくなっているため、と指摘していました。古い音楽に触れる機会がレコードや CD に限られていた頃と比べると、 YouTube や Spotify、Apple Music などの普及によって、今は簡単に古い文化に触れられるようになったのです。そのため、久しぶりに耳にするからこそ、ノスタルジーを感じる音楽が、現在進行形で共有されるようになったのです。しかし、外国人にとって、日本のシティポップは聞いたことがないもの。自分たち自身の音楽でもないのに、古い時代を思い出させ、懐かしく感じることのできる曲であり、多くの人々にとってそれは新鮮な感覚として捉えられたのです。聞いたことがないのに懐かしいとは不思議な話に聞こえますが、日本のシティポップは1970年代のアメリカのソウルや AOR の影響を受けて作られたものと考えると、どこか懐かしく感じるのも理解できます。また、日本人はシティポップからクオリティよりも歌謡曲的な要素を感じ取ってしまうかもしれませんが、海外から見ると全く新しい未知の領域として見出されたのだと言えるでしょう。そのため、発売から40年以上経った今、多くの外国人からこれほどまでの感動の声が寄せられたのだと思います。さらに寄せられたさまざまな反応をご紹介しましょう。海外の反応。 Stay with me、 私と一緒にいて。悲しいことに私たちは彼女と同じ時間を過ごすことはできなかった。僕は経験したことのないはずの80年代日本の思い出を手に入れたんだ。もし来世があるというなら、ぜひ三木松原にこの世界を見てほしい。あなたの音楽を楽しんでいる世界中の人たちを見てほしいんだ。この曲を聴いたのは初めてなんだけど涙が出てる。なんでなんだろう。夏の夜のネオンが降り注ぐ東京を歩いているような気分にさせてくれる。日本は世界の先を走ってたんだね。そういうとこは当時から変わってないよ。私の葬儀でこの曲を流してくれなかったら死ぬに死ねないので、ほんとよろしく。高校時代にはギャングスタラップばっかり聴いてたってのに、今は日本の曲をずっとリピートしている。人間って年を重ねると変わるもんだな。この曲は不思議。切なさと幸福感を同時に感じるのよ。たとえ歌詞がわからなくても歌の良さは伝わってくるものさ。好きになってしまうんだよ。この曲を聴くと涙が出てくる。自分の曲が世界的にヒットしていることをもう彼女は知ることがないってのはもどかしい。この曲を聴きながら雨の日にホットコーヒー片手に東京を歩くことを想像してみてよ。いいね、泣けてくる。俺、ようやく俺だけの名曲に出会えた。16年前にお亡くなりになっていたと知って悲しくなったよ。今やこんなに世界的な人気を博したってのに。朝の5時から下手な日本語で Stay with me を歌ってたら、どういうわけか悪魔が召喚されてしまった。今泣いている理由は2つあるんだ。一つはこの曲の歌手が2004年にすでに亡くなっていたから。もう一つはこの曲を聴くたびに思い出がフラッシュバックしてくるからだ。確かに僕は18歳のイラク人かもしれない。でも80年代の日本を生きていたという偽の記憶を持ち合わせている。17歳のジャマイカ人も同じことを感じてる。今でもご健在ならこの前61歳を迎えてたんだね。Stay with me のところだけ一緒に歌うんだけど、その後またハミングに戻る。当時の日本人は新しい波に乗ってたんだな。ディスコも日本の方が進んでたしね。例の80年代の日本の歌って検索したら見つかったんだけど、これで見つかるなんて信じられない。TikTok で流行ってこの曲を知ったことは腹立たしいけど、まあいいや。こうして出会えたんだしね。この曲を流しながら夜の日本の街をドライブする。そんな素晴らしい時間を想像してみてよ。ミュージックビデオの中の彼女のファッション、今見てもおしゃれなんだからすごいよね。彼女は死んでない。再生ボタンを押すたびによみがえる。それこそがミュージシャンの素晴らしさだ。俺、何この曲。しょうがない、聴いてやるわ。1分後 Stay with me。彼女がもうこの世にいないって知った時はショックだったよ。でも世界中に喜びを与えるような音楽を残していってくれたんだね。今僕は妻の裏切りでひどく落ち込んでいるんだけど、この曲に救われてるよ。なんだってこんなに懐かしい気持ちになるんだ。この曲を聴くのはこれが初めてなのに、この歌手のことさえ知らないんだよ。俺も完全に同じ状態。おそらく前世で何回も聴いていたんだろう。ああ、住んだこともない日本での日々がよみがえる。70年代、80年代の楽曲が大変優れたものだったという大前提はもちろんですが、私たちが想像していなかった形で J-POP が新たな視点で解釈され、世界中に広まっていることに面白さを感じます。18歳のイラク人だけど80年代の日本で生きていたような気がするとのコメントがありましたが、このコメントには156件もの世界各国からの同意を伝える返信が寄せられており、この曲がいかに世界各国で愛されているかを感じさせられました。さて、海外の反応はいかがでしたでしょうか。よかったら皆さんの意見や感想もぜひ聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。